2001年のアルバムダブルハーブより時代は変わるお届けいたしました。これ森田さんのビデオの4326のエンディングの曲で使われてて、4326っていうビデオはあの日本のスケートボーダー以外にもすごい影響を及ぼした作品で、もう何年前になる ?20 年近くになるんじゃないかな。ジェニー知ってる？あれ、まあ、VHS の時代だったんだけど当時は、あれはすごい反響があったと思うし、影響がすごい強かったと思う。その曲を聴いていただきました、はい。この番組はいちご万歳愛想農園、川から手作り餃子の中華亭、お客様の未来を塗り替える町のペンキ屋さん宮崎塗装と伊豆の国市のエビア商店の提供でお送りしています。そうですね、先に先ほどの市原湖畔美術館の詳細ですね、詳細はジャニから、はい、お伝えしてもらいたいと思います、はいはい。詳細っていうと、はい、あれですか、展示に関しての、はい、まあ、日程時間、はい、入場料、はい、日程はですね2018年の7月14日から9月17日までです、はい。で、開館時間平日10時から17時まで、で土曜休前日、9時半から19時、はい、で日曜祝日は9時半から18時です、はい。休館日が月曜日になってます、はいはい。で料金がですね、一般の方は800円、ほう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 、で大学生高校生シニアの方は、600円、ほうほうほう、割と行きやすい値段ですね、うん、美術館にしては。結構あの森田さん以外にもですね、グループ展ですので、10人ぐらいですね、作家さんが展示されてますので、そちらの方も、チェックしてみてほしいと思います。いいですね、それで800円とかならね、はい、いや安いよね、安いと思う、うん。ちょっとこっちから行くの遠いからなとか思ってたけど、いやちょっと行きたくなっちゃう、ね、話聞いたら、ね、それ見に行くだけでもいいね。ちょっとだって今の話聞いたら ね、もう見に行くしかないでしょうね。あ、メッセージが1通届いてますね。あの、鶴さんの方からお願いします、はい、来てますね、ペンネーム寿司プリンスさんですね。あ、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。夏といえばスチャダラパーのサマージャム95です。お夏クラブナンパ思い出。 PS 今の旬はカレイカレイ、カレイカレイかカレイっていうのか、カレイ、発音が違う、アイナメコチです。お最高の白身です。あ、白身いいですね。あ、いやそれ刺身だ、食うのかな、一番かな。そうだね、あ、煮付けとかでもいけんじゃない、こういうコチとかアイナメとかカレーとか。そうか、カレーの煮付けなんていう、カレーの、まあ、刺身とかでもいけんじゃないかな。カレー食べたことある？あのヒラメみたいな、左ヒラメに右カレー、向きがあるんだよね。そうだね、左向いてるって言われてもさ、あれだよ、いやこいつどっち向いてんのかなって思っちゃうよね。左ヒラメか、左鈴木さん左ヒラメに右カレーですよね。いきなりですか、ちょっと分かんないですけども。確か、はい、そういう風に覚えてるんですけど、あ、なるほど、あれ見た感じ分かんないですよね。そうですね、右が左か、なんかちょっとこうちょっとなんか間抜けな顔してるじゃないですか。美味しいそうですね、今が旬らしいですね。あ、もう今日ね、もう時間がね、あと30分延長してやりたいぐらいなんですけど ね、本当にカラオケボックスじゃないんで、ちょっとね、あの延長できないんですよね。次回はですね、8月16日、お盆ですね。そうだね、はい、また聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 87.7 FM 伊豆の国。